サッカーのオーバーヘッドキックテニスボレーは、スポーツの球技において、空中に浮いたボールを地面につく前に直接ヒットすること。ラテン語のバラタスが語源だという説がある。これは、ボラーレの過去分子である。その後、フランス語のボレーとなり、英語のボレーになったという。そこから前日の現在での用法として派生したらしい。発音上はボリーの方が近いという。 サッカーのキックシュートにおいてボレーキックボレーシュートがある。オーバーヘッドキックオーバーヘッドシュートもその範疇と考えられる。ノートラップでそのままボレーシュートを打つことをダイレクトボレーと表現することもある。テニスでもボレーという言葉が使われる。類似競技のピックルボールではサーブボレーは禁止されている。バレーボールのバレーでもある。この競技ではルール上 空中でパス回しされるため、アタック行為を含めて、すべてがボレーであると言える。セッターによるボールのセットを経ず、チャンスボールなどを相手陣地へ直接打ち返すことは、ダイレクトアタックと呼ばれる。ボレーとバレーは、英語では同一の表記、発音であるが、日本語では、バレーボールのことを、ボレーボールとすることや、ボレーのことをバレーとするのは、間違いとみなされる。ありがとうございます。